おどろき、とどろき、おはろき、正規アイドルとどろきちゃんです。お願いします。本日は音声だけを聞いてメイクする動画の第2弾です。前回、きぬちゃんの動画を使わせてもらって、可愛い子のメイク動画の音声だけを聞いてメイクしたらどうなるかっていうのをやったんですけど、今回は逆にメイクに詳しくない人、過去の自分の動画を見てやってみようと思います。見るんじゃない聞くんだ。自分で言うのもなんだけど、私めちゃめちゃメイク勉強したんですよ。1年前って言ったら本当にひどかったのね。今そのメイクをね再現したらどうなるかやってみたいなって思ってね、今日の動画を撮ってます。じゃあイヤホンを押して、もうこっからは画面を見ません。せーの。じゃあ今回見ていくのは正規アイドルの普段メイクっていう動画です。せーの、たどろきチャンネル。おどろき、とどろき、おはろき。ちょっと待って、なんか挨拶さ今と全然違うね。おどろき、とどろき。今日は最近の普段メイクをやっていきます。はい。最近この服マジで着てる。動画に登場する頻度がえぐい。あれでしょ、あのエブリン、イブリンのやつでしょ。はい。じゃあ最初にリッププランパーを塗っておきます。また出たわこれ。過去の私リッププランパー使ってたんだ。ちょっと古くなったから捨てちゃったかな。なんかリッププランパーって未だによく分かってないんですけど、唇がふっくりする、ふっくりだって、ぷっくり何が面白いお前。最近下地に使ってるのがこちら、前に動画でご紹介したすっぴんクリームです。すっぴんクリームもないな。すごい深刻な悩みなんですけど、目クソがたまるんですよ。いや何の話。もうどうにもこうにも目クソがたまる。すげえ目クソのこと喋るじゃん。いつも使ってる素顔の CC クリームを塗っていきます。これ実際に使ってたやつなんで、これをね塗っていこうかな。全然肌の色に合ってないの。スポンジに化粧水を含ませたやつでポン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 ってしていきます。え、化粧水すごいちゃんとしてんじゃん。水じゃなくて化粧水を含ませる意味は特にありません。いや、ないんかい。スティックファンデーション、これはこのほっぺのシミとかが目立つところにキュッ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 と塗って、キュッキュッ。ああ、わかった。なんかあれだ、持ってない、もう捨てた。前にこれも動画で登場した、パウダーを塗っていきます。これをギュッギュッとやってポンポンとやって、でちょんちょんと。私キヌちゃんがさ、なんかちょっちょっちょってやってポンポンポンってやってみたいな言ってんの意味わかりませんみたいな顔で見てたんだけどさ、私も言ってんね。ほらまた目クソが。目クソはいいよもう。眉毛はね最近パウダーでふわっと描くのにハマってます。こんな感じです。でこのジェルスチュアートのアイシャドウのこの一番明るい色をアイホール全体に塗って、この茶色を二重幅全体に塗っちゃいます。茶色を結構がっつり塗ってた時期かな。ウイスキーがお好きでしょ。そしたらさっきのジェルスチュアートのこの一番濃い色で目尻を描いていきます。目尻ね。目尜整形する前めっちゃめっちゃここ濃く入れてたんですよね。そしたら目尻。また目尻。このチップが本当にいい。あー、やってたわ。さっきなぞったところのより際。うんうんうん、わかるわかる。次このちょっときらびやかなね、あのやつで涙袋を描いていきます。きらびやかなやつ、この白のね、これを涙袋に塗るってことじゃないかな。で涙袋ライナー。涙袋ライナーってこれかな、多分これ。うし、こんな感じです。ほらほら、キラキラしてるでしょ。ほらほら、キラキラしてるでしょ。そして100均のアイブロウ、涙袋の影を描きます。アイブロウ今ちょっとグレードアップしましたよ。100均のじゃない。そしたらまつげを上げます。こうしてグワシと挟んで、にゃんなんなん、グワシと挟んで、なんなんなん、何言ってんだろ。これをこう根元からグワシグワシとつけていきます。いや言わないんかい。忘れてたアイラインを引いていきます。アイライン、ちょっと待って、私またターンを逃したかもしんない。あまりアレンジを効かせずに。アレンジって何。アレンジ、チークはこれを使います。ちょっと下目のところに横長に、下に横長に、これ変わってないな。リップはこれを塗ります。どれだろう。キュッキュッキュッと全体的に色を混ぜて、で最後ギュギュギュって感じで。全然わからん。完成です。せーの。ちょっと待って、今さ画面をさ止めようと思ってさ見たらさ、これ最後の一言さ、目クソがたまらない方法を教えてほしいですって。めっちゃ目クソに執着してんだけど、この時期。